これはモーラのガーバーグ、テラバのジャガープッコ、リアルスティールのブッシュクラフトプラスです。この3本はサイズであるとか鋼材が似ているところもあるので、比較してみたいと思います。この3本を比較するとは言ってもサイズもほとんど同じで、3本とも強度が十分にあるナイフなので、作業性とかできる作業の種類というのはほぼ同じだと思いました。この真ん中のジャガープッコのみブレードが炭素鋼なので、まあ、錆びやすいということで、手入れメンテナンスなどは若干手間がかかると思われます。エッジの強度を比較するために木の繊維に対して垂直にこのようにバトニングのような感じで刃を打ち込んで試してみました。まあ、ずっとこういうことやってたんですけど、これ何十本もやってたんですけど、結果は意外と頑丈だったんですけど、見えますか？これはブッシュクラフトプラスなんですけど、初期刃付けが一番鋭いブッシュクラフトプラスでこの程度です。もっとボロボロになると思ったんですけど、意外と大丈夫でした。ブッシュクラフトプラスのエッジが一番心配だったんですけど、実は一番エッジトラブルが起きたのはガーバーグでした。ジャガープッコはハーツが一番あるので目視で分かるようなチップというのはありませんでした。ガーバーグなんですけど、今は一見チップはそんなにないんですよ。ただ実は前日に同じようなテストをした時にこのカーブしてるラインに結構、まあ、小さな刃こぼれが起きたので、それを研いだ状態がこれです。また画像があれば、お見せします。ただ同じ木を使っているとはいえ全く質が同じわけではありませんから、そのまま比較はできないんですけれども、このガーバーグとリアルスティールは同じ鋼材を使ってますから、この破格同士であればガーバーグの方が、まあ、強いはずなんです。ただ高度が違う可能性はありますね。焼き入れであるとか焼き戻しによって硬さは同じ鋼材でも変わります。リアルスティールはまだ研いでいないので硬さは分かりませんが、ガーバーグは研いだ感じ結構硬いなと思いました。実際どのぐらいの硬さかは分からないんですけど、まあ、硬いです。この3本で大きく違うのは刃付けなんですけれども、リアルスティールは一番鋭いです。そしてジャガープッコも鋭いんですけれども、このジャガープッコは刃厚が4ミリ以上あります。そしてガーバーグは他の2本が4ミリ以上あるのに対して刃厚が3ミリ、3.2 ミリかな、 3.2 ミリと薄いんですけども、グラインドが一番低いです。でこの3本で一番大きな違いが出たのが、木に打ち込んだ時の食い込みが違いました。これはガーバーグ、次にジャガープッコ、そしてブッシュクラフトプラス、木の場所によって硬さが違うのでこれだけで単純に比較はできないんですけど、
ブッシュクラフトプラスの、木への食い込み、これは一番いいですね。圧倒的に良かったです。これだけ鋭いグラインドなのでよく食い込みます。これはブッシュクラフトプラスで削ったものです。テラバの方はもともとコバがついていてちょっとコンベックス気味ということもあって、ブレードの厚みはブッシュクラフトプラスとそんなに変わらないんですけど、グラインドの部分、特に刃先の厚みがブッシュクラフトプラスよりもあるので、ブッシュクラフトプラスのようにまっすぐ入らずに、これ打ち込んでるうちにこういう、まあ、木がここについてたんですけど、縦にもひびが入ってこういうのがポロッと落ちるんです、というような、状態になりました。打ち込む抵抗も結構あります。この3本を比較してまだほとんど使用してないんですけど、今のところこのリアルスティールのブッシュクラフトプラスが自分の、好みだと思います。以上です。